ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ。俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。俺がいるのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。When he gets fired up, he's like the best Yakuza character ever. Holy shit. やるもんですね。逃げるぜ、ナンバ。一番。立て、ナンバ。すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ。やってやるよ。超ストレス溜まってた。
ってくれたね、カスは一番。可愛げのあるバカだと思ってたね。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったよね。結局あんただってとんでもないドエスのアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどな。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな、昭和の女。出ないと痛い目見るよ。修行とサンゴロス、ちょいったの縮ま。バリッチがまりよ。お前ら、なんとかする。それに、あんたが生き残ってなきゃ、トトさんの行方は誰が追ってるんだ。Even when he might die, but he probably won't because we're not that far into the game yet. それを隠して、お前らを巻き込んで。あんたは命の恩人なんだ。もし弟さんを探してることを最初から知ってても、俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな。一番。でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツの。っていうか気持ちは同じだって。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。一番、しつけえ。早く行け。すまねえ。いや、ちょっと行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、孫子さんよ。貴様ら、そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。お前たちの力を見誤っていたよ、カスが一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？ハン・ジュンギ、まだやんのか。あらった、ナンバヌン、イジンチョエソ、パンデシチャバ。ソンヒ、ナンバは取り逃がしたとのことです。ソンヒ。くそ。やったね。お前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、偉人町は無種の地となり瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ、でもそれってクリーンな街になるってことでしょ。いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。街の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんたナンバーを探し続けるつもりか。当たり前だ。ナンバーはまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて必ず奴を見つけ出す。見つけてどうする。もちろん
殺す。どうしても。当たり前だ。じゃ、俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り、俺らもナンバを助け続ける。じゃ、あとはお互いの根比べだ。どっちが先に根を上げるか、楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そうムキにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもらえねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。カスナ。はあ？今夜2時、中華街の平安楼本店に来い。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すも、その人間次第。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ？さあな、俺にわかるわけねえだろ、足立さん。夜中の2時までなら、まだ時間あるよ。ああ。なら、それまでに調べときたいことがある。何？ナンバー、ホームレスになりすまして半年間、コミジュルを探ってた。そういう話だったよな。うん、孫悲はそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていればコミジルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか？ちょっと今さら何言ってんの。私も行くに決まってるでしょ。バイナンバー。So I think I'm going to use this time to do some side stories and some other stuff, just to make sure we're keeping the levels up. So we will be back. Just, what are you going to take me to? Oh, that's right. That's right. I'm going to come out. But the inside is like this. It's probably not a room. That's a girl's toilet, right?漏れそうな時に個室埋まってた時の絶望感といったら、待ってる時間が永遠にも感じるよな。そんな時に出てくる人がいると神に見えるぜ。本当、まさに神頼みね。広いよな。移動するだけで疲れちまうぜ。この程度で音を上げるなんて男らしくないわね。おお、その発言はイエローカードだぞ。あ？今は男らしくないとかめめしいとかそういう発言は NG なんだ。男女差別に厳しい時代だからな。どこで誰が聞いてるかわからん。ふん、私はそんなの別に気にしないけどね。
まあそういう世の中だってなら言い換えるわよ。この程度で値を上げるなんて人として終わってるわね。さっきより辛辣になってない？絶好調だ。結構歩いたな。どっかで休むか。そうね、ちょっとお茶でも飲みたいかも。どうしたんだい、ナンバ。さっきからおとなしいな。いや、ちょっとお腹の調子が悪くてな。常温で保存してた牛乳が傷んでやがったか。でも少し良くなってきたぜ。そうか、あんま無理すんなよ。この世界の果てには何があると思う？おい、ナンバがダメそうだ。早く何とかしてやらねえと。そっとしといてやろう。考えてるぜ。あ、懐かしい。ん？写真館か。小さい頃ここで家族写真撮ったんだよね。私もナノハも緊張して全然可愛く写らなかったんだよ。それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってか。まあそれは否定しないけどね。あれ、でもこの写真館潰れちゃったんだ。時代の流れだな。最近は家族写真を撮る家庭も少ないしよ。そっか、ちょっと寂しいな。私の家族写真まだうちに残ってるかしら。たとえ写真がなくなったとしても撮った時の記憶が残ってる方が大切じゃねえか。そうだね。ねえ、今度みんなで写真撮ろうよ。写メでもいいからさ。ねえ、そうだね。調子いいみたい。どうした？何年か前に見た映画のタイトルがどうしても思い出せねえんだ。感動系の映画でもう一回見たいんだが、何だったかな。ボーイミーツガールな映画で、君の、いや、俺の膵臓が叫びたがってるんだみたいなタイトルなんだが。なんだそれ、主人公の内臓大丈夫か。おじさんが断酒する映画なの？いや、もっと爽やかな青春を描いてた映画なんだ。まあ今度そんな感じの見つけたら教えてやるよ。俺の胃袋がもたれているんだ。だってか、胃もたれの映画じゃねえよ。こりゃ思い出せそうにないわね。まだまだいけるわ。金色の虫だ。すげえ、眩しいくらいに輝いてるぜ。こいつはかなりのレアもんだ。誰かに自慢していな。そう、うん、分かった。みんな知らせてくれて本当ありがとね。どうした、さっちゃん。怖い顔しちゃって。あ、一番電話なんかあったのかい？うん、またナノハのことでちょっとね。あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か桂川ってやつだよな。経営のコンサルやってるとかって。そう、うちの店の子たちが桂川を探ってくれてたので、さっきデート中の二人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう、なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくねえよ。じゃあもう一枚の写真見て。二人から少し離れて立っているこのグラさん、こいつは山下って男で桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのはさすがに仇とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい？桂川のコンサル会社、
経営が傾いてるらしくて、あいつはナノハにお金を借りたがってるみたい。いくら？200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ、ナノハだって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わって、ナノハにも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してた。合わせて250。ゆとりができたからって、ナノハはまだこの先も入りようなんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからかナノハが乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつはナノハが困っている時に何も援助してなかったくせにね。っていうか、うちの父が体を壊して以来、二人はもうあまり会ってなかったの。ところがナノハがソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの、ナノハだってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろう。ナノハは昔、私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り、桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただナノハをしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思う。なら私の目に狂いはなかったわけね。これじゃサッちゃんじゃなくてもナノハのことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ、あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でもナノハは私の言うことを聞きはしないの。諦めるなよ。サッちゃんはナノハが憎くて桂川と引き離すわけじゃないんだ。ナノハの人生を思ってこそだろ。そりゃもちろんよ。その思いは必ずナノハに通じるはずだよ。でも私、伝え方とか言葉のチョイスが下手だからな。俺は家族ってもんを知らないけどよ、言葉じゃなくて気持ちが伝わるのが家族なんじゃねえのか。そうだね、ありがとう。とにもかくにもナノハに電話してみるわ。ああ、うまくいくよ祈ってるぜ。ごめんね一番、私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。ナノハは乙姫ランドで一応同僚だったんだ。俺にも無関係ってわけじゃねえさ。ありがとう。どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいが薄っちまったらしい。じゃねえのか。宿泊客ですって面してりゃバレねえよ。こんなメンツの客いるか。家族旅行ならいるでしょ。私は妹ってことでさ。俺がさっちゃんの兄貴だな。じゃあ俺は春日よりさらに上の兄貴か。いや、足立さんはどう見てもお父さんでしょ。まあそうなるか。パパ頑張って。パパお小遣い。調子に乗んなクソガキ。パパ怖え。